最初からとは言わないんですよ。そう、スピニングの最初のパートからお願いして。ほら、音取れてなかった。僕のスピニングロットは硬いですよ。続きまして、ベイトロット。はい。まあ、ベイトロットのファンタジスタ3ですの、FNC の 65ML。はい。シャロークランキングっていうコードネームが入ってるんですけども、まあ、文字通り、シャロークランクで主に使いたいと思って作ったロットです。まあ、どういった特徴があるかっていうと、まあ、竿全体がよく曲がります。曲がることによってどういうメリットがあるかっていうと、まずルアーが投げやすい、それからかけた魚がバレにくいっていう、そういうメリットがあります。そしてまあニューブランクスを使ってるんで軽い、まあ、結構シャロークランクを使うシーンで僕は霞があるとかでもうライトリグじゃないな今日はって思った時なんですよ。その時ってもう巻き切る、いろんなルアーをどんどん巻き切ります。シャロークランクだけでも5種類6種類どんどん試していってこれだと思ったら巻き切ります。1日投げなきゃいけないんですよね。そのためにやっぱ重たかったらちょっと辛いです。それから霞水系ってボカーンっていうバカ投げじゃないんです。ストラクチャーに対してうまくこの杭の右側と左側通したら次、はい、でこのドックの脇の壁をハイピッチ流しちゃうとローピッチ流してはい次っていう感じでどんどんどん乱眼で物を打っていくんです。そのためにはもう投げるときにほんと細かいキャスト、まあこういうキャストじゃなしに、まあちょっとピッチングであったりサイドキャストであったり斜め床であったりロケーションに合わせていろんな投げ方をしなきゃいけないんですよね。じゃ手首でどん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 シングルハンドで投げていきたい。なのでもう軽くなければこれできないんですよ。軽さを追求してでかつ、曲がって投げやすい、でかかってバラしにくい、そして、まあ、僕がトーナメントなので一番必要な魚を寄せるってことができないとかけるだけじゃダメなんで、最後のパットパワーこれを生かした、まあ、そういう仕上がりになってます。シャロークランク以外ですと、ミノ、亀山ラムで使う、ワンテンジュニア、それからポップ X、まあ、そういったルアーには最適です。まあもちろんナックル LD ジュニア、はいはい、それからディープ X100、あとまあバイブレーション X の、スマトラ、それからまあちっちゃい方のニューバイブレーション X とか、はい、まあ、あとスピナーブルだと4分の1ぐらい、それからですね、まあ、シャット系クランクみたいなやつが結構どれもこれもいけちゃうんじゃないかな、まあ、トップウォーター、クランクベイト、そういったものが全般にできるロットです。